はい、こんにちは、大島愛子です。今月はですね、5月ということで、東海薬局の茂住薬剤師さんに子どもの健康体力づくりについて聞いてみました。茂住さんはですね、健康な体づくりをするためには栄養と運動と休養をバランスよくとることが大切だと教えてくださいました。この3つをですね、バランスよく改善していくことがいい理由としてはですね、文部科学省の過去にデータでは、子どもの就寝時間が夜10時以降の割合が増え、生活リズムが夜型になってくると朝食の摂取率の低下が見られ、でそれによってですね、運動やスポーツを行う割合の減少などが報告されているそうです。特に朝食を食べないことは脳にエネルギーが供給されないことから、集中力の低下やイライラにつながり、学力低下になるとも言われているそうです。これらにより10時前にはやっぱり寝た方がいいよと、朝方に生活をねすることによって朝食もまあ食べるようにもなりますし、その上週に 2,3 回の運動をして、それをですね、習慣化できるといいですよということを教えてくださいました。子どもの日ということで、ぜひお子さんとね、食について、朝起きの習慣について、運動の習慣について話し合ってみてはいかがでしょうか。